をしないのか、なぜ男を遠ざけるのか、それに、なぜ恋を怖がっているのか。言ったでしょ、財産目当てに酔ってくる男たちなんて私は。でもそんな男ばかりとは限らない。ジプシーに言われたわ。空の月消える前に貴族にして騎士が現れる。でもそんな素敵な人は現れないわね。田代、あなたの他にも。僕がからかうのはやめてください。僕とあなたでは身分が違う。僕は貴族じゃない。残念ながら今だけでもいい。もしあなたが管理人ではなく貴族だったら、もしあなたが貴族の令嬢ではなく庶民の娘だったら、だったら一晩中愛をささやくでしょう。
が田代に何の用があるのかしら。親愛なるカール・シュテファンへ、貴族の身分を隠してここへやってきて3ヶ月が経った。ここでの仕事も順調だ。希望が見えてきた。大事なリリさんのための持参金も明るい未来も、もう少しで手に入れられると思う。君の心の友、田代。持参金ですって。田代、あなたも他の男たちと同じだったの。私を騙していた。この私を。あなたも身分も目的も。あなた